はい、今回はですね、新日本プロレスと AEW の禁断の扉、この合同大会のですね、ちょっと総括をしていこうかなと思うので、まあ、僕が思った感想をですね、まあ、ちょっと一試合ずつ、ちょっと感想を述べながらやっていこうかなと思います。あ、ちなみになんですけど、僕最近 AEW ってほとんど試合見てなくて、まあ、Twitter とかそういうサイトで情報だけ知っててるぐらいっていう風な感じで、ほとんど試合見てないですよね。2021年ぐらいまではほぼ毎週見てたんですけども、ちょっとねそれ以降から途中からもう飽きてきちゃって、まあ、試合はそんな見てないですけども、一応ね、まあ、流れとかそういうのだけ、まあ、ちょっと簡単に一部だけは知ってるぐらいな、まあそんな感じのレベルです。まあなので、まあ、新日本プロレス絡みの、話中心なんですけども、まあいろいろね僕が持ったこと喋っていこうかなと思います。はい、というわけで、まず今大会の全体を見て思ったことなんですけど、とりあえずね、もうバカみたいに面白かったな。うん、なんか本当にもう最初から最後までずっと飽きることなくね、ずっと見てられたっていう風な感じですね。全部で第0からメインまで全部合わせたら確かね5時間15分ぐらいだったような気がしますね。まあ、第1試合除いたとしても、まあ本編の第1試合からメインイベントまでほんとじっくりね、ちょっとプロレス堪能できたなっていう風な感じですね。去年もめちゃめちゃ面白かったんですけど、もう去年を超えてきましたね。去年はいろいろ欠場者とか多くて対戦カード変更とかで割り食っちゃったんですけども、うん、その去年の面白さをまたさらに超えてきたなというふうな感じですね。はい、というわけでですね、一応まず第一試合からですね、AEW 世界選手権試合 MJF 対棚橋宏、この試合のまず感想なんですけど、とりあえずエースの腹が気になって気になってしょうがない。まあ、この試合に限ったことじゃないですけどもね、とりあえずもう最近のこの棚橋さんの、この体型のコンディションの、ちょっとやばさがね、すんごいちょっと目につくんですよね。ちょっと年齢的な部分でもう体作るのが難しいのかなとかって思ったりはしたんですけども、やっぱでも棚橋さんよりも年齢上の、例えばノアの杉浦さんとか小島さんとか永田さんとかも、ここまでねダルダルな体じゃないんで、いやエースのこの体型はちょっともうまずいかなっていう風なの印象がめちゃめちゃ強いっすね。であと MGF に関しては僕の勝手な印象ですけども、MGF はもし日本に来たとしたら、まあ、好みの分かれる、テイストのレスラーだなっていう風なのを感じますね。まあ、これは別に今日試合を見たからっていうよりも、まあ、昔からちょっと見たりとかして思ったんですけども、海外スタイル的に、海外向けの、選手だなっていう風な印象ですね。まあ、日本受けはちょっと賛否が分かれる感じかなっていう風なそんな印象ですね。なんかね試合の展開も最後はその金敵とかから最後なんだろう反則挟みながらこう決めていくっていう風な感じで、あれなんか似たようなやつ新日本プロレスでもいるなと思って、あーなんかちょっとイービルと似た感じのテイストだなっていうのを勝手に思ったりしましてね。あ、これ僕の勝手な、見方です。はいはい、続いてですね、CM パンク対小島聡。はい、この試合の感想なんですけども、まあ結局なんだかんだで、まあ対戦相手、CM パンクの対戦相手は、まあ、小島聡でよかったんじゃないかなって思いましたね。まあいろいろ、健太戦だとかってね、いろいろな話があって出てましたけども、まあなんだかんだで小島でよかったかなっていう、まあ試合もこう無難に、終わって、まあ平和に終わったかなっていう風な感じですね。あとは、この CM パンクへのね、このブーイング、なんか画面越しでもね、こんだけブーイングが伝わるっていうのもなかなか見れない光景だったんで、いや、このね、雰囲気、ちょっと会場でね、ちょっと味わってみたかったなっていうのは思いましたね。まあ、このブーイングの雰囲気だけじゃなくてね、まあ、今大会のこの全体的なね、この熱量っていうのは、ちょっと生で感じてみたいなっていうふうに思いましたね。はい、はい、続きましてですね、AEW の、インターナショナル選手権試合の4ウェイですね。この試合の、感想、
とりあえず柴田さんを日本で見たいなっていう、そんな気持ちになりましたね。まあどうしてもその日本じゃその復帰の許可が、怪我の箇所が箇所だけに、多分その復帰許可が日本だと降りないんじゃないかなっていう風なところだと思うんですけれどもね。ただこうやって海外で そんなに違和感なく、普通に今までのこう柴田勝頼を普通にこう見れてる、そんな感じの試合だったんで、日本でもねちょっと見たいなって思いますね。まあ海外でもね活躍して、くれてるのはすごく嬉しいですけどもね、もう一時期はもう復帰なんてもうできないというふうに思ってたので、まあ、そんな柴田さんが海外でも試合をしてくれてるっていうのはすごく奇跡的なことだし嬉しいことなんですけども、やっぱりね日本でも柴田さんの試合はどうしても見たいなっていうふうには思いましたね。あとこの試合を見て思ったんですけども、ザックのベルトやっぱダッセーな、ダサすぎねえかこれ。なんかこう板チョコみたいなさベルトで、他のこのオレンジキャシリーとか柴田さんもベルト持ってて、でザックもベルト持ってて、こうみんながこうベルト掲げた持ってる瞬間がね見て思ったんですけども、やっぱザックのベルトダッセーなってあ思いましたね。はい、続きましてですね、第4試合の IWGP 世界ヘビー級選手権試合、ジャック・ペリー対真田。はい、この試合の感想、真田って技めっちゃ綺麗だな。いや改めてそう思ったっすね。やっぱこう今回はまあ真田の貫禄勝ちっていうか、なんかもう格の差がすんげえやっぱ露骨にどうしても見えてしまったっていう風なところと、やっぱりあとその技の精度っていう部分で、真田の技綺麗だなっていう。確かこの試合の終盤でジャングルボーイが裏フランケンやった後に真田も裏フランケンやってんすよ。やっぱその裏フランケンのその精度をパッとやっぱ比べた時に真田がめっちゃ綺麗だったなって、思ったっすね。まあどうしてもその体格の差とかでのハンデとかはあるとは思うんすけども、やっぱ全体見てもやっぱ、真田の技がすごく美しく見えた、そんなまず印象と、あとはこの新日本プロレスの この最高峰のベルトであるにもかかわらず、まあ、第4試合っていう、これは日本じゃ絶対考えられないんですけども、まあこれはまあ海外ならではの、感じかなと。海外ってあんまりその試合順とかそういうのってその日本よりそこまでそのシビアじゃないっていうか、あんまりこう日本みたいに権威がどうのこうのとかギャーギャーとかってあんまり言われることはないのかなっていう、そんな感じを思ったっすね。だから海外ならではの、だからこそこの第4試合って位置づけでできたのかなと。あとはまあ真田とこのジャングルボーイのその格的にまあここの位置に収まるっていうのがまあこの現実だなというふうに思いましたね。あとただねちょっと一個文句言いたいのはね、一応この IWGP 世界ヘビーの試合後に、AEW 側の選手のヒールターンストーリーにこうつなげていくっていうのはちょっとこれはどうなのかなって思ったっすね。言うても IWGP 世界ヘビーってベルトはダサいけども、一応新日本プロレスのこう最高位なわけであって、そこをね他団体の選手の1ヒールターンのそこのつなぎ的な感じにさせるっていうのはこれはどうかなと正直思ったっすね。はい、続きまして第5試合の10人タッグマッチ、この試合の感想、いやもうバカみたいに面白かったな、めっちゃ面白かったわ。この試合21分ですか、21分でしたけども、なんかもうずっと見てたいなっていう、そんな気持ちになったっすね。いやもうほんとねバカみたいに面白かった。やっぱりこの海外のこの大人数タッグマッチってめっちゃ面白いよなっていうのを感じたのと、やっぱりこのメンツがね、メンツがすごいなっていうところっすね。あとは、竹下幸之助選手、最近そんな試合は見てなかったっすけど、いや改めて思ったっすけど、竹下幸之助ってこんな大物感あったんだっていうのを改めて感じさせられましたね。その見た目の雰囲気とかもまあヒールターンしてちょっと貫禄が出たっていうのもあるんですけども、やっぱ技の精度とか
技の説得力っていう部分でもすんげえオーラがあるんですよね。この試合でこのメンツ、この豪華なメンツがいる中でも全然埋もれることなくバンバン竹下幸之助が光ってて、やっぱこのメンツの中でね、この存在感出せる竹下選手はすげえなって、ちょっと改めて思ったっすね。で今その新世代で、海の清宮辻がね、フォーカスされて新世代うんぬんとか辻のオーラがやべえとかなんとかっていっぱい言われてますけども、この竹下幸之助っていうそこの存在もすっかり忘れてたなっていうのを思い知らせられましたね。まあそこの海の清宮とか辻あたりと比べたら竹下選手はもうちょっとで10年、行く選手のキャリアなんで、キャリア的にまあ世代でくくるのはちょっと反則かもしれないですけども、まあ年齢的にねすごい近いんで、もう一人、新世代のこう本物がいるんだなというふうに僕は思いましたね。はい、いやいつかね、まあ、来年あたりだとちょっと早すぎるかな、もっと竹下選手の格が上がったタイミングでぜひ G1 で見てみたいなって思ったっすね。その時は20分じゃなくて30分1本勝負の G1 でお願いいたします。はい、続きましてですね、 AEW の女子王座戦、この試合の感想です。ストロング女子チャンピオンがこうあっさりとやっぱ負けちゃうもんなんだなって思いましたね。もしナイチンゲールがこれ負けるんだとしても、トニストーム側のこのセコンド絡みの反則を含めた形で、まあ一応ねストロング女子王座っていうものに多少の気を使って、一応反則があったから負けたみたいな、そういうオチにしていくのかなと思いきや、全然そんなことなく、容赦なく普通にあっさりと負けちゃったんすよね。だからまあこの辺にこのストロング女子王座ってまあやっぱこんなもんなんだなっていう、まあそこの実際のそのレベルっていうか、そういう格差的なものをですね、ちょっと感じた、試合でございました。はい、続きまして IWGP US 選手権、ケニー対オスプレイ、これ今公式のサイトをちょうど見てるんですけども、これ何39分50秒、はあ、40分もやってたんだねこれ。まあ長えなとは思ったっすけども、こんなに40分もいってるとは思わなかったっすね。確かに長かったっすけども、なんかそこまでこのだれる、感じもそこまでなくて、一応まあ最初から最後までじっくりこう見ることができたんで、やっぱまあ長かったけども、まあ、それぐらい、ずっと試合に熱中することが、できたので、まあ、この試合はね堪能させていただきましたね。でこの試合にドン・キャリスがオスプレイ側についてですね、これなんでオスプレイ側にこうついたのかなってずっと思ってたんですけど、なんか今日の試合を見た感じだと、これってオスプレイのこう立ち位置を、よりこう明確化させるために、要はもうオスプレイをもう完全にこうヒールっていうので、そこをポジションを、明確化させるために、まあドン・キャリスっていうこのオプションをつけたのかなっていうのはちょっと思ったりしましたね。あ、これ僕の勝手な感想ですけどね。やっぱり今回このケニーの、地元なので、どうしてもこのケニーに、声援が行ってしまうのはまあ予想されてることなので、なのでオスプレイとしてはその立ち位置が明確かなってないと、非常にちょっと微妙な感じだったんじゃないかなと思うので、まあ結果的にちょっとヒールっていう役割に、ちゃんと明確化、ポジションが明確化されたのは結果良かったかなって思いましたね。なのでドン・キャリスが、ついた目的っていうのは、そのオスプレイのポジションを明確化させるための役割プラス、あとは、まあ、もう一個の見方として、試合中にこの、ドン・キャリスから渡されたその、アイスピック攻撃、そこの反則を絡めることによって、その負けたケニーの格を無下に下げない
ための策だったのかなっていう、まあ、そういう見方もできなくはないかなとは思いますけれども、ただそのピック攻撃が直接的なフィニッシュにそのままつながってないんで、まあ大まかな目的としてはやっぱり、今回のドンキャリスはオスプレイの、オスプレイをヒール化させるための目的が一番だったんじゃないかなっていうのを、ちょっと勝手に思ったりしました。まあこれはもう、まあ多分ケニーの考えたアイディアなんじゃないかなというふうには思いましたけれども、まあ実際どうなのか分かんないですけどもね。はい、というわけで、すごく堪能させていただきました、この US 選手権なんですけども、これ以降ケニーオメガは新日本に、新日本参戦はここでもうしばらくまた途絶えてしまうのかなっていう、そんな気はしますかね。できればケニーが US 取ったタイミングでは、まあ、新日本のいろいろな選手とやってほしいなっていう願望はあったんですけども、まあ、ここでケニーがまた新日本に来なくなるのって考えると、ちょっとね、物足りなさというか名残惜しさがちょっと残ってますかね。はい、はい、続いて第8試合の6人タッグマッチですね、この試合の感想です。内藤さんのやっぱ海外人気ってやっぱ岡田とかと比べると、やっぱ そこまでじゃないんだなっていう印象っすね。やっぱりこの辺ってそのやっぱ海外ファンと日本のファンで、その内藤哲也にその対するその見方というか、そういう違いがやっぱ出てるのかなっていうふうに思ったりはしてますね。やっぱり日本の、新日本プロレスファンはこの内藤選手のそのコメントであったりとか、そういう生き方であったりとか、そういうところにやっぱりどんどん、共感を得て共鳴していって、やっぱり今の内藤哲也が出来上がった要因だと思うんで、やっぱりそういうところでやっぱ海外ファンと日本のファンでのやっぱその見方の違いとかがね、やっぱこの海外での声援とか影響力に、ちょっとつながってるのかなというのを感じましたね。意外だったのがね、内藤コールが来るかなと思ったら入場の時に内藤コールがね全然なかったんですよね。まあもしかしたら現地は結構あったのかもしれないですけども、中継で見てる感じだと内藤コールはやっぱなかったんで、やっぱ海外だとこんな感じなんだなっていう風なのは思いましたね。あとはジェリコと鈴木みのるのね、やっぱこの入場が盛り上がった分ね、まあちょっとそこでお腹いっぱい感がちょっと出ちゃったってのもありますけどもね。風になれからのジュダスは、いやこれ生で聞きたいな、そんなのを感じましたね。はい、メインイベントですね。ブライアン・ダニエルソン対岡田和親。まあ、別の動画で、まあ、散々アダコータ、喋りましたけども。やっぱこの岡田和親のこのギブアップ負けですね。まあ、もう別にアダコータ言っても、まあ、しょうがないですけども。やっぱね、僕的にはね、やっぱこの岡田和親が今まで、中村慎介以外にこうギブアップをしてこなかったっていう、そこって、やっぱり新日本プロレスが、ここまでずっと作り上げてきた、まあ物語というか、新日本プロレスが作り上げた、その岡田和親のそのね、ギブアップをしないというこの一つのブランドなんですよね。ただそこのブランドを、安易にこの他団体でこの場で使うっていうのはちょっとどうかなっていう。まあもう終わってしまったことだからしょうがないですけども、このね、岡田和親をギブアップさせるっていうのを使うんであれば、これは正直新日本プロレスのために僕は使ってほしかったなっていうのは思ったっすね。やっぱここまで温めきってきたね、ギブアップをしないブランド、これは例えば、まあ、ザックであり辻海の成田とかね、そういう次の世代がまあ岡田からこうギブアップを取るっていう、そういう風にしてくれた方が僕はこれは新日本プロレスのためでも あるんじゃないかなと。まあ新日本プロレスでここまで作ってきたストーリーだから、これは新日本プロレスでしっかり温めて大事なところで僕は切ってほしかったなっていう風なところが正直ですね。はい、はい、というわけで結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、来年もフォービドゥンドアあったら、ちょっとワンチャン現地行こうかなーって、ちょっと思ったりしたっ
ってこと。